ますか。ほとんど味見されてます。こっちはないな。あんまなさそうじゃない。うん、ありがとう。中ご覧のだけでも結構ですか。店員からお味見されてるの。あ、これだ。これしよう。中で食べたいな。聞いてみよう。あー、めっちゃ気持ちいい。最高だね。最高。わ、この空超かわいい。かわいいじゃない、綺麗。このホテル高そうやな。うわー、高そう。これは美味しそう。食べたい。でも食べたい。食べる？食べる。かわいい。ただだーん、ブルーシール大好き。ブルーシール、これ、うん、え、ほんまに美味しいねんで。へ、なんかサーティワンみたいな。ゴミがね、ちょっと見当たらない。ゴミ箱が見当たらない。さっきのお兄さんのところに捨てもらえたらよかったけど、ちょっと食べきれてなかったからさ。あ、何も見えない。明るい。明るすぎてわからない。何も見えない。あ、もうビジュイ。オッケー、いいよ。誰見てや。大丈夫やで。うん。車に当てちゃった。お願いします。駐車券入る。入ります。あ、めっちゃ月綺麗。めっちゃ綺麗。え、これサビじゃないの？近未来だよ、こんなの。あたん、わあ、広っ。広っ。マジで言ってる。オーシャンビュー。わからないね。わからん。明日の朝だ。広すぎる。言葉が出ない。お、トイレと風呂一緒。え、見える、ベッドルーム。いやん、トイレと風呂は一緒だぞ。俺の前の家ワンルームだもんね。
最高。お前が、やばー、めっちゃ綺麗。あんたはこの海を何回見ても何回綺麗って言うよ。うん、何回でも言う。あ、ねえ、白いカモメ。あ、バカみたいな。カモメが白いよ。あ、青森のカモメちょっと黒いよ。そうなんだ。うん、この白い、あ、間違えた、海、あの青い海、すごくない？オーシャンビューだよ、オーシャンビュー。アスレチックやりに行きたい。あ、ここいいじゃん。お願いします。アスレチックより日本セミ鳴いてる。セミ今のなんか変な音してるよ。セミ見たの。セミか、なんかないと。でも日焼けをしたい、体を焼きたいということで、あの焼きに行って、まあ、外に焼きに行ってるから45分ぐらい自由時間なので、私は今からトレーニングちょっと歩こうかなと思ってジムに行きます。その前ちょっとお肌の日焼けと海で乾燥してるので、とりあえず応急処置で化粧水とかいろいろ塗ってから行きます。わ、めっちゃ綺麗だな。